Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How I feel? Is it the same? はい、暑い。簡単にテント立ち上げてから、ペグで全部止めました。で、さっきとちょっと違うのはやっぱりちょっとバランスが、縦長よりもこう幅広になって、高さ僕がね身長167なんですけども、ちょっと150ぐらい、そうだね。でここは確か2メートル幅あって、はい、中はね結構こう広いんですよ。あ、じゃあ中入りますね。そう、多分大人2人と子供1人でも、もう十分。サンシェードなんで、もちろんこう直接日光が当たらないように、こういうテント簡易的なテントになってて、あとは中でちょっと着替えたりとか、その時はね、全部これフルクローズって言って、内側からも全部これファスナーこれ閉まっちゃうんで、今はこれ通気性ね、風の流れ良くするためにメッシュ の、あの窓ついてますけども、全部これクローズになるんで、これでかいですね、あるのでしょ。でこうやって街もついてて、こう砂浜があんまり入ってこないように、もちろん虫も入ってこないようになってるかな。ちょっと水来ても大丈夫なぐらい。そうしかもちょうど今日光も入ってるじゃないですか。こう結構明るいんですけど、紫外線見て、これ UV プロテクトって書いてあるの、ちょっと裏側ですけど紫外線カット、はい、UPF 50プラス実証できてるんで、はい、全部ロープとペグは、取りまして、これから絡んでいきたいと思います、はい、まずちょっとこのテントの形状をね先にちょっとお伝えしたいんですけども、はい、ここにこのワイヤー、フレームがね、これ硬いやつですね。そうこれがねやっぱりポイントで、本当にねこう8の字になってるんですよ。一本のワイヤー繋がってるんですよ、無限の形っていう。そう、はい、これがちょうどこういう風になってるから、はい、これに沿って曲げてあげたり畳んであげると簡単にできる。そうね、まずこの辺は適当にです、はい、でこういうファスナー系は少し開いておいた方が、はい、風も抜けるんで畳みやすいんで、はい、今簡易的にねちょっとやってみますけども、こっち側から取ります、ね、そう、砂とかはねお家に帰ってから水洗ってください水洗ってください。でまずこういう三角作ります。はい、あ、そうですね、今ここつまむだけだから、はい、やめてこっちで、あ、こっちで、このこっからここをね手前にキュッと曲げるんですよ。はい、でまあ、足でもいいから押さえてもらって、はい、でここがミソで、このトップを膝、はい、使ってグッと、でもこの状態でこれもうフレックス効いてるから、はい、丸くなるようにもう力かかってるんですよ、はい、でそこ逆らわずにそのままキュッキュッ、これでこれで勝手にもうさっきのこの8の字が折り重なったような、はい、そうですね、押し潰された形。そうでこれであとは砂を軽く取って、こういうふうに中に折りたたんで、実際ね初めてやった人はそんな簡単にできないよっていう人もいると思うんですけども、はい、このこの構成、フレームの構成をちょっと分かってもらえると、はい、そんなに難しくないんですよって。はい、じゃあちょっとしまいます。さっきもねちょっとお伝えしましたけども、はい、どうしても現場でねいやできなくなっちゃったよと、 QR コードこのね説明書についてるんで、はい、これにねアクセスしてもらえれば、もう少し、詳しい畳み方の動画っていうのを載せてるんです、はい、もしくはこの YouTube のねチャンネルの動画を見てもらえれば。それがジャンベスト、出先でやるのであればこれぐらい簡単でも問題ないよっていう。どっちかって家でねあれ綺麗にしながら畳ってもらった方がいいかもしれないですね、はい、でこれ収納袋ねダブルチップでファスナー2ついてるから、はい、両方からこう締められちゃうんで。ああなるほど、ラブラブ簡単、わかりやすいですね。はい、これで終了です。はい、じゃあお疲れ様でした。無事テントも簡単にね、収納することできました。はい、見てください、まだまだね今日暑いな。暑いですね。ちょっとだけ今雲にねお日さん隠れたけども、
今年すごいね、北海道。すごいですね。連日も30度超えだよ。溶けそうですね。結構もうびっちょり汗もうせっかくね、あの海水パンツ履いてきてるんで海入りますで、見てこれ、それは冗談だけども、はい、これこういう風にショルダーのね、あの肩掛けついてるんで持ち運びもできる。結構荷物多いじゃないですか、はい、海来たらね。で、お父さんやっぱりこういう風に両手使えるようにね、はい、ショルダーで持って帰りますから、これもおすすめですから、はい。じゃあ山本くん、はい、ルリちゃん、今日もお疲れ様でした。お疲れ様でしたいつも以上にグロッキーさすがにね、さすがに暑いよ今日。暑いです、はい。またでも、次回の投稿いろんなものをやってきますんで、はい、じゃあお楽しみに。はい、それでは、はい、さよなら。はい She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We're getting crazy in a different road. We're getting crazy in a different road. She loves the fact that I just let her know. Different world.